はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回ね、なんもね、考えてないんですけど、とりあえずね、 カメラを回そうかなと思いました。まあ、最近さ、結構、僕の動画って三十分とかね、一、まあ、時間とか超える動画ね、結構出してんですよね。だからね、最近ね、十分ぐらいの動画ね。ポンポン上げたいなとは思ってるんですよ。だから、もう普通のね雑談とかしていこうかと思うんですけどね。まあ、もちろん、本に関するね話はしていきたいですね。まあ、僕、最近ね、やっぱりよく思うのは、こうやって本のね紹介とかしてって、それだけでね、飯を食って。 行きたいっていう気持ちはね。よくあるんですよ。まあ、実際やっていく。のはね。もうずーっと本の紹介していきたいと思うんです。世界にはね、やっぱ面白いね。本いっぱいあるのよ。僕は最近ね。純文学ばっかり読んでますけれども純文学ってね。やっぱりまだまだね。知られてない存在だと思ってるんです。まあ、最近はね10冊読んだら読了。本10冊紹介するっていうの、ね、をやってますけれども。 僕はどちらかというと、みんなが知ってる本よりかは、誰も知らないような本をね、読んで紹介したいっていうのはあるんですよ。今更ね。 十角間の殺人とかね、東野敬吾とかさ、伊坂幸太郎とかね、僕はしないですよ。やる人はやったらいいと思うんだけど、その人にお任せしますと。その代わり僕はマイナーな方にね、行きたいと思ってんのよ。まあだけど、これ一つのね、YouTube 的な面白さっていうか、まあ負のスパイラルだと思うんだけど、やっぱり有名な作品を紹介する方が再生数は上がりますよ。そら。検索で引っかかるからね。 ベストセラーとかの方がみんな調べるんだから再生数は上がると思うんです。だけどね、僕そういう人にはなりたくないんですよ。なりたくないっていうか、自分は違う道へ進みたいと。わざわざ楽な道っていうか、そっちには行きたくないんだよね。まあこれは僕の感想だけど、本が売れないとかよく言うじゃないですか。まあ本を売るためにはね、 めちゃくちゃ売れてる人を紹介してもね、まあ、売れると思うんだよ、もっとね。でもね、売れてない作家とかをもっとメジャー化させていけば、そこのね、伸びしろがあると思うんだよね。そこをどんどん紹介した方が、本のね、出版業界とかは、潤うような気がしてんだけど、どうだろうか。そういうもんでもないのかな。 だから僕はね、一つの恩返しとしてね、何かしら出版業界に貢献したいとは思ってるんですよ。僕は15年間ね、ずっと本読んできて、結構しんどい人生だったと思うよ。僕、自分で言うのもどうかと思うけど、もっとしんどい人はいらっしゃると思うけど、だけど、それでも僕はしんどい人生だったと思うんです。 だけどその新郎さんの中でね本を読むことによって生き延びてきたっていうのがあると思うんですサバイブしてきたっていうのは本当に思う最近ね話全然変わるけどこの前実家に帰ったんですね父親と大喧嘩して。 もう結構ね、父親と喧嘩する頻度高いんだよね。もう普通の会話ってできないんですよ。僕と父親って。母親とは僕は全然話できるんです。母親のことで、ね、嫌いな時あったけど、今だってちょっと嫌いな気持ちあるんですけど、母親とは普通の会話ができるっていうか、雑談ができるんですね。 父親ってねもう雑談すらできないからね父親ってね本当に変な人で本当に失礼なね言い回しとかをねわざわざ選んで言ったりするんですよだから僕と妹とおかんっていうねまあ3人いるんですよおとん含めて4人家族だけどおとんはその3人に本当にずっとね攻撃してるんですね妹なんかそれでねもうぐったりしちゃってもう人生ダメになってるし僕だって人生ダメになってるし母親も人生ダメになってる まあそれでこの前実家に帰ったら父親とも殴り合いの喧嘩ですよお互いにね、まあ、出血したりとか結婚してんだけど、まあ仕方ない。 そういう運命なんですね、僕はね。そういう人生なんですよ。で、この前、桜庭和樹さんのね、少女を埋めるっていうね、小説読んだんですよ。あれね、結構、少女を埋める論争って言って、いろいろ問題になった小説で、まあ、細かい感想はね、他の動画に回しますけど、家族の話なんですね。で、結構、虐待がう々ぬって言って、1勝目、2勝目、3勝目があるんだけど、2勝目の時に、虐待論争みたいなのが起こるんですね。それね、まあ、見てると、結構僕、しんどかったんですよ。僕は 父親にボコボココ殴らら、れてててね、ね。生きてきたから家族ものってしんんどいんですよ、ね、僕家族のことでね良かったことなんか1個もないもんねだからツイッターとかでねなんか父親とか母親と仲いい人とかいるじゃないですかああいうのを見るとね本当に羨ましいんだけどでもう一個ねいじめの問題があって僕ね小学校中学校はねいじめられてましたからこの前ね山下浩香さんの「ドール」っていうね小説読んだんです。 まあこれは再読だったんだけど、これはね、いじめの話だったんですね。やっぱりさっきと一緒でいじめスイッチが入っちゃって、僕読むのもう本当に苦しかった、もう思い出されるわけ、フラッシュバックするわけです。いじめの描写が結構あるんですね。まあそういうね、小説ってあると思うんです。家族関係のね、小説とね、いじめの小説ってあると思うんだけど、やっぱりちょっと苦しい時あるんだよね。だけどね、それでもね、小説があったから僕は生き延びてきたっていうのがある。 だからね、やっぱり小説をね、どん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 発掘っていう言い方もどうかと思うけど、YouTube でいっぱい紹介したいと思ってんだよね。これもね、おごった気持ちですけど、やっぱりどん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 ね、小説っていうのは、SNS とか YouTube とか、 いろんなところでね、どんどん紹介とか、書評とか、いろんな人がしまくったら、もっと売れると思うんだよね。宣伝が少ないっていうか、例えばゲームなんかはね、ゲーム実況者っていうのがやっぱいるわけですよ。で、それで面白いゲームがどん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 発掘されてね、今はインディーズゲームとかやっぱありますけれども、そういうゲーム実況者がやって、 宣伝してみたいななことってあるじゃいいですかいわゆるブックチューバーみたいなね人たちって、まあ、日本には、まあ、いると思うよいるんだけど結構大きなチャンネルとかもあるけど少ないとは思うねで最近は増えてきたけど僕はそのうちの一人になりたいわけそれを担う存在にねやっぱなりたいと思ってんだよねまあ僕にはねやっぱ小説しかないんですよね僕がもしねめちゃくちゃ金持ちになってねひょんなきっかけでね4600万円ね口座に振り込まれたとしても 僕ね、その金ね、使うことってあんまないと思うんだよね。本買うことはあると思う。本とご飯ぐらいしか僕ね、金ね、使わないから、めっちゃお金持ちになっても小説は読み続けと思うんだよね。 もう小説がいらない人っているでしょ。金持ちになったらそれ以外にもっと楽しいエンタメってあるからそっちに移行する人もいると思うんだよね。でも僕はね、もう小説しかないのよ。テレビもね、見ないし、ゲームもしないし、他の趣味も最近全然してないのよ。図書館行って本借りてずっと本読んでんだよね。図書館ってタダだ,だからね。僕は貧乏だからさ、それしかないと思ってんだよね。さっき言ってることとね、違うと思われるかもしれない。出版業界をね、潤うために やっっててんじゃなないいのかかと定価で買えようって言われれるかもしれないけど僕、本当に貧乏でね、言わない文庫100冊とか買ってるけど、本当ギリギリでやってますから、ちょっとでもね、YouTube でね、収益とかいただいてね、低価の本とか買えたらいいなって本当に思うよ。だからやっぱりね、僕には金が必要だと思うんだけど、まあ、これ最後に言いますけど、 僕がね、一つできることっていうのがあると思って、それはね、ダイエットだと思ってんだよね。またダイエットの話かってね、思われる方いるかもしれないけど、僕のダイエットって何のためにするんだろうと思ったんですね。僕ね、モテるためにダイエットしたいわけじゃないと思うんだよね。別にモテたいとは全然思わないもんね。なんか恋人作りたいとはそれは思うけど、痩せたらできるかっていうこととはまた違うし、ずっとね、太っててもいいやと思ったりもするんだけど、一つね、やっぱりね、痩せるとね、少し でも、も印象が良僕ね、まあこう,う YouTube ライブでも言ったんだけど、10キロ痩せましたよ。もともと80キロあったんだけど、70キロになりました。この前ね。もっと痩せるつもりで、今でも継続的にダイエットしてます。まあまだまだだとは思います。だから20キロ、30キロとか痩せていきたいと思ってるんだよね。で、何のために痩せるかっていうと、もう小説のためですから。 文学のためね。文学のために30キロ痩せた男ってさ、いないと思うんだよね。小説を紹介したいがためにダイエットをした男っていないと思うんだよね。これまでの人類史の中にいなかったような気がするけどね。インドから文学のためにイメチェンした男っているか知らないけど、僕はそれになりたいのよ。僕はね、自分のファッションとかで本当に興味ない人間なんですよ。どうでもいいと思ってるんだよ。人は中身だと。人は見た目じゃねえよと思ってる人間なんだけど、だけ 本のためにはそういうことをしなきゃいけないなと本気で思ってるんですね。本のために命かけれますからね魂かけて僕は本のためにこれからの人生費やそうかなとは思ってますよ。 リアルにねだからこれからのね、つかつに期待しといてください。<laughs> 頑張れなくなって死んじゃうってこともあるかもしれないけど、だけど、できる限りは頑張りたいですね。できることはしていきたいとは思ってますね。はい。まあそんなところかな。今回はね、別に特に何も考えてなかったけど、やっぱ心の底では何かは考えてますから、それが出てきているような気もするし、ちょっとこれからもね、頑張っていこうと思っております。はい。まあそんなところでございます。まあ今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしく しまではではスカちゃんでしたバイバイ